うわ、すごい。天ぷら刺身定食です。これいい。はい、野口です。今回ですね、私ご紹介するのはここですね。川村さん、こちらの方にちょっと行ってみましょう。行きましょう。本日のおすすめ、日替わり定食、サバの竜田揚げ、大きなエビと野菜の天丼。あ、こんなのもある。すごい。よし、このような店内です。よし、行きます。こちらですね。はい、お昼のメニューです。こんな形で定食、厚切りとんかつ、刺身定食、いろいろあります。日替わり定食来ました。サバの竜田揚げと刺身で、ご飯茶碗蒸しまでついてる。すごい食です。これは子供たちが食べます。うわ、すごい。天ぷら刺身定食です。これいい。すおご刺い身もいっぱすごい。い。私が頼んだのは厚切りとんかつ定食。これもすごいぞ。さあ、ちょっととんかつ行ってみましょう。おいしょ、おいしょ、おいしょ、いただきます。なんか半分ぐらいかな。まあ、おいしい。お米も美味しい。味噌汁と思ったら、ちょっとお吸い物みたいになってますね。いただきましょう。あ、優しい。締めの茶蒸し、いってきます。川村さん、いいね。はい、川村さん、こちらですね。本当美味しかった。いやー、ぜひぜひおすすめなお店だ。聞いてくれー。